びっくりしちゃう。
皆様こんにちは。岩手三叉の会加藤家と申します。私たちのチームは子どもから大人、そして外国人も含めました。三叉踊りの大好きな人たちが集まってできたチームです。加藤家という名前の由来には、太鼓の縁をカトカトと叩くとカトカトカトと音をするんですけれども、そんなところから意味を含めたり、あとは家族のようにいろいろな人が加わって三叉踊りを踊りたいという願いから加藤家という名前が付けられました。そして私たちは毎年8月1日から4日まで行われております盛岡三叉踊りのお祭りの方にも出ておりまして、去年は200名以上のグループで参加いたしました。このお祭りは岩手県盛岡市の中心部、県庁市役所前を中心に太鼓、笛、歌、踊り、そしてたくさんの人がですねパレードをしてまいりまして、4日間で2万人を超える人たちが参加をしているお祭りとなっております。また和太鼓の同時演奏としてはギネスにも認定されておりまして、見応えのあるお祭りとなっておりますので、ぜひ皆様遊びに来て一緒に参加してみてください。そして今日は子どもの日ということで、小さいお子さんもたくさんいらっしゃいますけれども、子どもたちも大人の皆さんも一緒に楽しめる時間にしたいと思っております。それではどうぞ楽しんでご覧ください。
がとうございます。それではこれより岩手三叉の会加藤家メンバーの紹介と三叉踊りの由来にまつわる物語をお話ししたいと思います。
ヒントが隠されています。どうぞご覧ください。どうぞ見てくださいね。昔南部盛岡城下に羅刹鬼という大変悪い鬼がいました。鬼は村で悪さをしていたので困り果てた村人たちは現在もあります三石神社の神様に鬼退治をお願いしに行きました。願いを聞き入れた神様は境内にあります大きな岩に鬼を閉じ込めました。鬼は泣いて謝り、もう悪さはしません、この地には来ませんという約束の証として岩に手形を押しました。岩に手形、岩に手、はい、皆さん一緒にお願いします。岩に手形、並んでる方、皆さん よかったら一緒にやりませんか。もう一度いきますよ。岩に手形、岩に手。ありがとうございます。ぜひ覚えて帰ってくださいね。このことから岩手という名前がついたと言われております。また鬼がいなくなったことを喜んだ村人たちがサンササンサと言って岩の周りを踊ったことからサンサ踊りも始まったとも言われております。はい、では次に答え合わせに移りましょうか。はい、はい、皆さんお分かりですね。今岩に手形を皆さんで押しました。正解は2番の岩に手形を押したから岩手でした。正解の方おめでとうございます。ご参加いただいた皆さんありがとうございます。はい、この岩に手の岩手のこの岩、盛岡市三石神社という神社の方に奉納されております。もしよかったらそちらの方にも足を運んでみてください。では三層踊り引き続きごゆっくりご覧ください。
福を呼ぶと書いて福子と言いまして、とても縁起のいい福子となります。今日は5月5日子どもの日でございます。未来ある子どもたちと、そしていらっしゃるここにいらっしゃる皆さんにたくさんの福が訪れますように、今日はですね、皆さんも一緒に踊っていただいて、会場いっぱいにたくさんの服で汗させていただきたいと思います。ちょっと暑いですけれども、とてもね、天気が良くて気持ちいいです。皆様ぜひ一緒にご参加いただいて、踊っていただいて服を呼び込んでいただきたいと思います。では先に踊り手がお見本を見せますので、一度ご覧になってください。せーのでいきますね。せーの、サッコラでいきますよ。それではいきます。せーの、サッコラジョイワヤセ。Thank you.
参加いただいている皆様、ありがとうございます。皆様にたくさんの福が訪れますことを祈っております。私たち岩手三叉の会加藤家は年間を通してさまざまなイベントで三叉踊りを通して皆様と交流をしております。このゴールデンウィーク中もあちこちで三叉踊りを披露してまいりました。そちらの様子は SNS の方でアップさせていただいて、あの様子を見ることができますので、皆様ちょっと時間があった時に覗いていただけると嬉しいです。そしてまたどこかでお会いした時は見たよと声をかけていただけると嬉しいです。この暑い中皆様最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。Mm-hmm.